下品な悲鳴。そうよ、スズメ、大声で恥ずかしい。だってないんだもん、お金が。わかるわかるぞ、スズメ。タマもすでに今月のおやつ代がすっからかんだ。今月のってまだ月末でもないのに、なんでそんな。春先は季節限定のおやつが目白押しでな、全部買ってたらあっという間になくなった。わかるわかるよ、タマコさん。いちご味の商品って他の季節よりメーカーがこぞって押してんだよね。ああ、お金が欲しい。やめなさいっての。あんたたちはもう少し理性と節度を持った買い食いをしなさい。そうですわよ。それにお二人は今月だけでなく毎月半ば過ぎに同じことをおっしゃっていますでしょ。毎度毎度悔やんではまた同じことを繰り返すのは愚かとしか言いようがないわね。少し食べ過ぎなんじゃないかな。いや、そうは思わん。毎月タマよりはるかに食べてるフンを見てみろ。やつは貧血じゃないだろ。あ、うちは私が小食なのでその分をお姉ちゃんが食べてるだけですよ。うまいことやりくりしてんだね。さすがです部長様。チュンチュン。隙あらばこびちゃん。その子さんたちも羨ましい。きっと毎日豪華なご飯とおやつ三昧なんでしょ。んー、私とさまっちのおやつは大抵ワッシーのぼたもちだよ。ご飯も普段はミノさん、ワッシーと一緒だし、外食はご先祖様と日向先輩と週末だけです。嘘だ。お前たち本当はたまに隠れて毎日毎日満館全席を食べてるんだろ。そんなことしてたらお腹が破裂するわ。よだれ拭いて冷静になりなさいって。ああ、羨ましいな大富豪。一度でいいからそんな身分になってみたい。安価な駄菓子を買い漁って食べまくってるなら暴食の体験だけはできてるでしょ。お金持ちっていっぱい食べるイメージなの？私はおしゃれとか自家用機のイメージ。だよね。金に糸目をつけない買い物とか、パーッとギャンブルで散財とかさ。それわかる。若葉と祭りに行った時、こいつってばくじに1000円出して10回頼むって言ったんだ。なんというブルジョア、ネタマシーネタマシー。しかしあれは日向に景品のイヤリングを取ってやりたくて。まあ、若葉ちゃんったら。しかも結局一発目でそれを当てた挙句、残りのくじはどこにいた子供たちにあげちゃったんだぞ。何それかっこいい。私も今度やる。生まれついてのお金持ちってそういう何気ない豪遊をさらっとできちゃうんだよね。確かに金額は1000円でも私なんかにはとてもありえない思考と行動だ。いや、私は金持ちではないし、単に自分でうまくやりくりしているだけなのだが。嘘だ。お金持ちになりたい。残高を気にせず湯水のごとく散財してみたい。金貨の風呂に入り、札束をセンス代わりにしてダイヤモンドのベッドで寝てみたい。むしろそれやったらやったで逆に拷問ちゃう。それにそのっちたちだってそんなことはしてないと思いますけど。勝手なイメージって恐ろしいな。それでもいいの。だったらみんなでお金持ちごっこでもしたらいいんじゃない。あ、そういえば確か先森組が来る前に皆さんでそういう遊びをしてらしたとか。え、そんなことやったっけ。それってもしやあの暗黒おままごと。いいね、やりたい。やろう、勇者部全員で金持ちごっこだ。お
金持ちごっこってどうすればいいの？全員がハイソサイティの略？それは素晴らしい設定ですわね。あ、私は真のハイソでございますが。ミロクさんはハイソっていうよりハイソックスくらいが妥当だと思うよ。スズメさん、やっぱさ、金持ちってカジノとかで遊んでるイメージないか？一勝負100万とか。ごっことはいえ、未成年が賭け事はダメよ。あの、すみません、カジノって何ですか？そういえば、私も漠然としたルーレットのイメージしかありません。そうですね、小説や映画でカードやスロット、バカラなどの用語は知っていますが、具体的には。私も映画でマフィアの人が太い葉巻を吸って10万ドルでコールだっていうの見たことある。要するに賭場か。ああ、賭場ならわかります。時代劇にも頻繁に出てきますから。さあ、超か反か。超反。超超反揃いました。勝負、ピンゾロの超。ふざけんな、イカサバしやがったな。お客さん、言いがかりは困りますね。お前たち、やっちまいな。おりゃー、スミちゃん。違いました。和製にしただけでカジノとはまるで別物。みんな意外と知らないものなんだね。ゲームマニアのちーちゃんは？私はカジノゲーム自体を知っていても、そこでどう振る舞うのかは理解してないわ。その子、お前だけが頼りだ。金持ちごっこをコーディネートしてくれよ。だから、賭け事はダメだっちゅうの。じゃあ、コインチョコを買ってきて、それをお金の代わりにするのはどうですか？それはいい。遊び終わったら、全部回収して、みんなのおやつにできる。なるほど、まあそれなら問題ないか。よし、今すぐコインチョコを発注しなさい。待ってよ、かけるのはチョコだけ？おやつなら煮干しをかけたっていいでしょ。煮干しかけるって、タモは猫じゃないんだぞ。ボリボリ煮干しかじりながらギャンブルって、それやっぱり賭場の方じゃ。却下。うわ、雪崩のように反論された。今日の二人は本気だわ。じゃあ、とにもかくにもお金持ちごっこの舞台はカジノで決定でいいね。近いうちに道具なんかも手配するから、支度ができるまで少し待ってて。おー、ありがとうな、その子。大いに期待しているぞ。持つべきものはリアル金持ちの友達だね。さっきまで金持ちを憎悪していたのに、手のひらクルーも甚だしい。これぞ小市民。うわー、まるで映画のセットみたいだ。体育館がカジノそのもの。あの、園子さん、これは一体どういう。カジノで使う道具ってどれも意外と大きくて、部室や談話室に入れるのは無理だったの。それで日曜に部活で使用するって学校に断って、夕べのうちに搬入したんだ。すげー、これがカジノか。初めて見た。私もちょっと感動。いや、やっぱ雀荘とは一味違うわ。当たり前です。どういう認識ですか？ゲームでしか見たことないスロットマシン。さあ、触ってみてもいいかしら。どうぞどうぞ。こっちの台は何だろうか。トランプが置いてあるようだが、おそらくブラックジャックの台だと思います。
私は健康なので手術は必要ない。そっちじゃない、そっちじゃ。ごまかせないタイプの言葉でボケるのはやめて。みんなってカジノでやるトランプゲームのルールを知ってるの？勝った人がコインをもらう。多分どのゲームもそうだと思う。私が知っているトランプ遊びはババ抜きと神経衰弱くらいです。すみません。謝ることはありませんわよ、国土さん。せっかくですし、皆さんと学んでまいりましょう。じゃあ、一番簡単なブラックジャックの説明からしていくね。ゲームの目的は、手札の数字の合計を21に近づけることです。意外と簡単そう。少し特殊なのは、2から10までのカードはそのまま数字通りの点数ですが、ジャック、クイーン、キングといった絵札は10点、エースは1、または11点で数えるのです。は？ 1 または11ってどういうこと？絵札も10または11、12、13って数えていいの？ダメです。なんて難しいんだ。どうして11と12と13が10になるの？死者誤入？あと1と11は誰が判断するの？いろいろ言われたら頭がぐちゃぐちゃになっちゃいますよ。なあなあ、今日だけ数字は数字通りに計算するんじゃあかんの？なんだかそれはそれで混乱しそうな気がしますね。正規の決まり事は守るべきでは？あの私はどっちかといえば本格的ギャンブルをしたいんじゃなくて、あくまでお金持ち気分になりたいだけなんだよ。ちゃんと勝負したらどうせ負けるし。だから厳密なルールで遊ぶことよりもこのセットの中で雰囲気だけ楽しまない？よく言ったスズメ、タマも全く同意見だ。だったら今日は全員がカジノに集まった大富豪として振る舞うってことで。いいんじゃないですか。ババ抜きでもポーカーでも絵面はそう変わりませんし。まあとにかくやってみないことには始まらん。早速始めようじゃないか。ではただいまからでよろしいですね。それでは皆様、お金持ちごっこのスタートです。あらごきげんよ、加賀城伯爵様。これはこれはどうも。って弥勒さんの金持ちっていうか貴族豪